菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。菊池勝人です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。佐々木千秋です。よろしくお願いいたします。突然ですが菊池さん、どういった時にああもうすぐ春だなってお感じになりますか？あのね、はい、菜の花の香りを、はい、こうああ匂うなってそよ風に乗っかってね、はい、その時にああ春が来たなって実感することもですね、いいですよね。お花の匂い、はい、そしてもうね目で見るのも菜の花ってこれね、いいですよね。綺麗な黄色のね菜の花を見ると香りもそうだし、はい、結構ほら匂いが香りが漂うでしょ、風に乗っかってあの時ですね。あの香りからこうインスピレーションってすごいですよね。何よりもすごいなというふうに感じるんですけど、ね、ぜひね皆様も匂いで春を感じていただけたらと思います、はいはい、私はですねもう、まあ、何と言ってもこう前からというか、まあ、どの番組でもこうお伝えしておりますが、あの春は選抜からということで来ましたあの高校野球の選抜大会です。私は春を感じるのは、はい、まあ、あの毎年お仕事がなければ大体選抜の開会式から参加しているんですね。いいですね、はい、客席にほぼの確率でおりまして、うん、はい、でその日の試合も観戦するんですが、あの開会式でこう皆さん立つんですよ、客席もね、うん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 、その時にあ春が来たって一人で感じているんですけれども、まあ、ただね、あのどうしても時期的にちょっと一日中観戦してるとまだ肌寒い時期だったりはするんですけど、お日様はこうカンカン照りだったりとかして、うんうん、春が来たなって思うんですね。で今年もですね、あの32校が出場するということで、入場行進曲毎回あるんですけれども、うん、今回は世界に一つだけの花と、どんな時もという曲をね入場行進曲で流れるということで、はい、もうねもうあの対戦がすごく楽しみな毎日を送っております。いいですね、はい、ありがとうございます。はい、さて話を戻しまして言葉を大切にするこの番組言霊アラカルトは、筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私女優佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。まず最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池勝人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーとなっております。さて今回はですね、うんうん、いよいよ21世紀2000年平成12年についてリサーチしてまいりました。それでは21世紀最初の年、2000年とはどんな年だったかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずはコンピューターの2000年問題で大きな問題は起こらなかった、はい、よかった ね、よかったですね、うん、そしてグリコ森永事件の時効が成立しました。あ、そうね、はい、で2000冊発行されましたよね。懐かしい、うん、はい懐かしいです。そして九州沖縄サミットが開催されたのもこの年です、うん、まあ、日本初の地方開催のサミットということで、うん、はい、すごく注目されましたよね、うん、はい、あとは有珠山、三宅島の小山が噴火しました。あと平壌で朝鮮半島分断後初の南北首脳会談が開かれました。そしてシドニーオリンピック開催もこの年ですね。高橋尚子選手が女子マラソンで初の金メダルを獲得されました。はい、それではですね菊池さんお伺いしたいと思いますが、菊池さんこの年2000年どういったことを思い出されますか？やっぱり今最初にあった2000年問題、うんうん、元旦の日結局何もなかったね、はい、どこもなかったね、よかったねというのはやっぱり年の初めにありましたよね、うん、やっぱねそういう方たくさんいらっしゃったんでしょうね、うん、あとは2000冊、うんうん、へーと思って沖縄のね、はい、首里城だっけ、はい、あそこの絵が出て、はい、たださあのお金は1000冊と同じ大きさだったんですよね。あ、そうだったんですか。そのために僕は間違って払ったことがあります。あら、1000冊数えるつもりで中に2000冊が入っていたんですよでも分かんなかったんですよ。で2000冊はやっぱり回ってきたものだから入ってるなと思ってたんですよ、はい、そしたら気がついたらないんだよ。あら、払っちゃってるんだよ。なるほど、やっぱりねあれはちょっとも大きくしないと、はい、金額が大きい方が大きいんだから、うん、やっぱりそういう工夫はねもうちょっと欲しかったなって気がするね。長さがちょっと違えばさ、
あれと思うじゃない。でも同じ大きさだとさ、やっぱりさ、分かんない。なるほど、菊池さんはきっとそ の, あの過ちを犯してしまったばかりにきっと大きさすごく覚えてらっしゃるんですよね、きっと ね, ね。私知らなかったです、全然大きさが違うというのは。いや、これ日本人だからであって、ドルシーは同じじゃん、はい、全部ね。だからさ、そういった意味では何言ってんのっていう人もいると思うんだけど、はい、円は全部違うからさ、そういうところはね、まあ、すごくよくできてると思うよ、日本のお札って、ね、すごいですよね、うん、ちゃんと細かなものは大きくなってる。うん、なるほどね。まあ、そんなあんまり良くない思い出だけど、はい、あ、そうなんですね。まあまあ、あの思い出ということでね。はい、まあ、私は、まあ、その時高校1年生だったので、はい、あの学生生活をどうやって満喫していこうかなということを、まあ、考えてたかなと思います。はい、ありがとうございます。続いてですね、そんな2000年の新語流行語につきまして、うん、その一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います、うんうん、まずはおはー、ご存知ですか。知ってます、はい、あの、あ、朝の挨拶おはようの短縮形で、もともとテレビ東京系列の子供番組おはスタ、おはようスタジオで使っていました、うん、おはーというのをスマップの香取慎吾さん扮するキャラクター慎吾ママがフジテレビ系列の人気番組サタスマで使用したことが人気で人気が出ました、うんうんうん、でオッハーを使った調子のいい歌、慎吾ママのオッハロックも大ヒットしましたね。でも男女世代の枠を超えた国民的な流行語となりました。そうでしたね、はい、うん、ね、みんなやってましたよ、私たちの周りも、うん、はい、で続いて IT 革命、情報技術インフォメーションテクノロジー分野での革命が経済の新たな成長を担うとともに、うんうん、国家社会企業などの組織を変えていく現象のことを言います。コンピューターの高性能化、低価格化と通信の大容量化、高速化を2つの柱とする IT 革命は、インターネット利用を急速に普及させ、電子商取引の比重を大きく高めていきました、うん、一方 IT 革命の波に乗るものとこれに乗り遅れるものの情報格差、デジタルデバイドが問題となっており、 IT 革命のもたらす光と影につきましては、九州沖縄サミットでも注目されました。うん、うーん、なるほどね。あったね、はい、歌舞伎だったからね。うん、そうですよね、うん、で続いてキューちゃん、シドニーオリンピックで女子マラソン金メダルを獲得した高橋尚子選手のニックネームのことです。で皆さんご存知だと思うんですが、由来は高橋選手が新入部員歓迎会でお化けのキュー太郎の芸を披露したことからの愛称なんだそうです。はい、でキューちゃんがあのシドニーですごく楽しい42キロ、ね、うんうんうん、あの走破した後、テレビの前で待ち構える日本人の耳に入った第一声が、監督があの小出監督を探す声だったんだそうです。これ有名でしたね、はい、有名ですよね、うん、はい、ね、はい、面白いですね、はい、そして最後に私的には、はい、これ最近ね、最近というか普通に使ってしまってるんですけど、当時こう、ま、街角でこの言葉の使い手として一番ふさわしい有名人はの質問で圧倒的に答えの多かったのが、お亡くなりになられたタレントの飯島愛さんでした。うん、で文化庁の国語に関する世論調査によりますと、今時の若者は私的にはお荷物の方、何々とか何々みたいななどに代表されるぼかし言葉を多用するというリポートがあります、うんうんうん、で断定を避ける曖昧な言葉は自分の立場を守りながら相手の反応を伺ったり、相手と程よいこう距離感を保とうとするものであると言われていました。ということでですね、まあ、今も使っている言葉も結構あるですね。ありますよ ね, ありますね。当たり前に使っている言葉、私的にはっていう人いるよね。結構使っちゃいますね、うん、私も。はい、あとお会計の方はこちらでよろしかったですかとかっていうなんか変だろ日本語ちょっと変だなって感じる時はたまにあったりはしますね。日本語って、ね、残ってますよね、はい、難しいなってそういう時に感じたりするんですが、はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの記憶ですね、あの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは、以前ゲストにお越しいただきました熊倉博明さんがお勤めになっていらっしゃいます、今注目のコンサルティング会社ファントレ株式会社の代表取締役の矢田部敦さんにお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは、ファントレ株式会社の矢田部敦と申します。今日は楽しみにしておりましたので楽しんでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。緊張されてますか。緊張してます。
とても緊張しております、はい、とても緊張しております。はい、それでは早速なんですが、まずはですね、矢田部敦さんについてファントレさんのホームページをもとに簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。矢田部敦さんは2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論により、これまで多岐多業種にわたり、まさに幅広く約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられておりまして、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。そしてそんな矢田部社長率いる IT コンサルティング集団ファントレさんが、なんと今月27日からファントレタイムという番組をここ市川うらら FM さんの方で始められるという、本当にお忙しい中ですね、お越しいただきました。ありがとうございます。さて、せっかくなんですけれども、ちょっと分析の前に少しですね、矢田部さんにお伺いしたいんですが、はい、簡単に言うと御社のコンサルティングって他社様とどういった点が違うんでしょうか。はい、私たちはですね、はい、僕が昔あの研究室で科学の研究をやっていたんですけど、このコンサルティング会社も同じような感覚で、もう本当にマーケティングの研究をしようということで立ち上げました。なので、あの自分たちの、まあ、コンサルティング事業だけではなく、実際に美容院を建てたり、はい、ヨーグルトの販売を行ったり、もしくは保育園を建てたりしてですね、そこで出た研究結果をもとに、はい、それをお客様に提供するという、まあ、本当にそういった細かいことをやっている会社になります。へー、じゃあこうデータに基づいた情報をお客様に提供するみたいなことですか。そうですね、もう本当に細かいデータをずっとにらめっこして、はい、あのちょっとしたこうことでもやっぱりあのしっかりデータと理論に基づいてやるっていうのが僕たちのポリシーでなっております。うん、なるほど、そういうことなんですね。すごくね、あの、うん、ニッチなマーケットとなっておりますよね。はい、なるほど、ありがとうございます。あとですね、御社のホームページ拝見したんですが、矢田部社長のメッセージに、信念は世界一を目指すなら世界一努力することとあったんですが、これとても私印象に残ってるんですが、こちらについて補足説明いただけますか。はい、私もですね、あの研究室に入って、はい、実は研究室もやっぱり頭のいい同僚がいっぱいいたんですけど、はい、ノーベル賞を取るか取らないかみたいなところで、うん、アメリカとかドイツと戦うんですね、はい、その時にみんな頭は良くてもとても努力するんですね。ものすごく努力しないとやはり世界一になれない、ノーベル賞は取れない、そういう経験をしたので、僕自身もやっぱり自分の会社を世界一にしたいと思ったら、やっぱ努力もしないといけないだろうなということで、はい、世界一は世界一努力することということを信念にしてやっております。研究室での、ね、出来事が今もこう信念としてつながってるって、それってすごいことですよ ね、ありがとうございます。素晴らしいです。そしてですね、先ほどこうちらっとご紹介させていただいたんですが、はい、新番組ファントレタイムはどんな番組なんでしょうか。はい、ファントレタイムではですね、はい、やっぱりあのいいものを持っていたり、いい商品とかサービスを持っていても、それを人に伝えるのが難しい、はい、伝え方がわからないというですね、方々が日本にはいっぱいいると思うので、そういった方にマーケティングの間って何なんだろうっていうところからですね、はい、あのお伝えできたらなと思っている、そういった番組になります。へー、こうあのファントレさんのファントレって意味って、あの以前ね、熊倉さんに私お伺いしたんですが、はい、楽しいことをこうトレードしようよという意味合いだと伺ったんですが、ありがとうございます。まさにここにつながっていくということですね。はい、そのイメージを持ってあの立ち上げて、今もそのイメージでやっております。なるほど、ちょっとね気になりますよね。はい、次に何が流行るかとかトレンド情報とかね、いろいろ満載になっているということで、実は私佐々木千秋もちょっとだけ進行のお手伝いをさせていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、それではですね、いよいよ今回矢田部敦さんの筆跡心理分析結果を菊池さんにアドバイスとともに公開で披露していただきますが、心のご準備よろしいでしょうか。とても楽しみにしております。自分自身のことがよくわからないのでここで自分を振り返りたいと思ってます。なるほど、ありがとうございます。なおですね、矢田部さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子
まあ、美しいの美を漢字でひらがなでしで未来を漢字でひらがなでの漢字で幸福ひらがなでなそして様子漢字で美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただきましてそれを菊池さんにはお渡ししております。また毎回申し上げております通り放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字のアルファベットで言霊カタカナでアラカルトで検索してみてください。ではお待たせいたしました。菊池さん分析結果をお話しください。はい、ですねどっから言えばいいかなと思うんですけども、はい、まずですね一つ言えるのはこれも見てすぐ分かると思うんです横書きなんですよ、はい、これ迷わず横書き書かれると思うんですが日本語の字というのは普通は縦書きに書いた方が楽なはずなんですがあえて横に書いてる、うん、要は楽でない方法で書いてるわけだけどもじゃあなんで書いてるんですかっていうと、うん、いやいやこの本は私気に入ってるからですよ私この本好きだからですよっていう感覚なんだよね、はい、ね楽かどうかじゃないんですよ。はい、まさにその感覚は自分の生き方の中にも多分出るんじゃないかなと思うんですよ、はい、いや私がいいと思ってるんでいいんですよ別にこれでっていう姿勢ね、はい、そういうところがあるかな。横書きの人は皆さんこういう姿勢が結構強かったりします。あります。あります。あります。から今の内容にちょっと関連してくるんですが未来の未っていう字の横線がすごく長いのとアツシさんのアツシ、これ自分の名前なんでね、はい、もう一発でわかるんだけども、アツシさんの一番上の横線がやっぱり長めなんですよ、はい、左側が、うん、でこれが長いというのは、これ一言言うと職人さんの字って言われてるんだけども、はい、いわゆる自分の中にあるスキル、うん、あるいは専門性、はい、こういったものに対して非常に高い関心を持ってます。したがって、それが活かせるんだったら、あるいはそこが見分けるんだったら、こんなことやったら見分けるよって言われると無心にやると思います、はい、要はそこにすごい関心があるモチベーションを生む源泉である可能性があるんです。だから高いスキルって言ってもそれだけで反応するかもしれないし専門性とかで言うといやそれ どの辺まで言うんですかねみたいなことであるよねそういうところね大好きです ね、 ね、はい、でかつその部分がもっと専門性とかスキルを持った人から認められたりするとこんな嬉しいことはないっていう最高の褒め言葉になるそういうことを感じる、はい、で世の中にはこれと相反するような立場として組織の中でいかに上に立つかってことを考えている方もいらっしゃるんですよ。ああ矢田部さんの場合は例えば未来って2つとも横線から上にあんまり出てないんだよね、はい、だって来るっていう字はさ出てないんだほとんど、うん、そうでしょ頭の部分、はい、頭の部分だね、はい、でいわゆる頭の部分が出てないこれはどちらかというとやる以上はみんなでいい結果出そうぜっていう感覚が強い人の字なんですよ、はい、だから高い人は逆にいいからついてこいよ俺にっていう感覚なんだよ、はい、だけど低い人はいやいやついてこいなんて言わないよ、うん、僕と一緒に何かやった人はきっといい結果一緒に出せるよねそうやってやってこいよ一緒に頑張ろうぜっていう感覚がとっても強いのでしたがって今社長されてますけども従業員の数を褒められてもあんまりピンとこない、はい、でも従業員と一緒にやってる会社の専門性とか、うん、ご自身の専門性高いスキル、うん、これを評価されると最高に嬉しい嬉しいですねということになるんですよ。それとかありますか。ありますね。あそうなんですねだよね。だからその部分っていうのは自分でもこだわってるしそれを獲得するためだったらいろんなことを多分されると思いますよ自分の中で。いや部下の方ちょっとここから分かるんですね持ちから、ね、だから今のそのなんていうの部下に対していいから黙って俺についてこいよって絶対やらない人です。だから部下の人は非常にその辺はね思う存分やらせてもらってる可能性がある。ちょっと思う存分すぎるぐらい伸び伸びある意味では伸び伸びとしてるし、うん、伸び伸びと、うん、というのがありますね。あとはこの画面で比較的大きな字を堂々と書かれてるんですよ、はい、大きな字を書く方というのは基本的に行動的です。あまずは行動しようぜまずは動いてみなきゃ分かんないじゃないかっていう考え方が基本的にあるので、うん、矢田部さん結構自分から動くでしょ。はい、ね、僕が一番先頭でいつもそうでしょ。そうなんですね。だと思いますよ。だからまず動いてみなきゃ分かんないじゃないかっていうのもあって、はい、ただその裏側にあるのは自分の中で納得してるかどうか、はい、合理的に自分で割り切ってるかどうか、はい、専門性が活かせるかどうか、あこういったものをチェックしながらやってると思うんですよ、はい、ご自身の中で自動的に、はい、考えてるところあります。その通りですね。そうなんですね。
番最初に行ってしまって、でも自分の中ではもう筋が通ってるので、そう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 どんどん行ってしまう、そう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 、だからそれが分かってる側近の人とかはすぐにああそうだろうなって分かるんだけども、はい、それが分からない人は なんで前は同じようなことがあってこれいいよって言っといたのになんで今回そんなに熱上げんですかっていうの分かんないことがあるんですよ、はい、それを説明してあげると同じような意識になる可能性は高くなるよね。なるほど、戸惑ってる社員がおります、うん、だからそういう人にいや実はこうだろ俺こう思うんだよ、はい、だからこうしたいんだよ一緒にやろうぜって言うとなるほどそういうことだったんですかってことがもしかすると分かりやすくなって、うん、なその次の第一歩が踏み出しやすくなる、はい、っていうことはあるでしょうね。ありますね。それはしっかり説明してあげないとと今反省しております。そうそう、あとは美しいっていう字の上にちょんちょんって2つ書くんだけども、はい、右側のちょんって書いてあるものがグッと入ってこう横にグッと入ってるんですよ、はい、これはですね結構ご自身の中に矢田部さんの中に何か非常に強いこだわりを持った世界を大切にされてるなっていうのがあるんですね、はい、でこれはただ字からはもうこれ以上わからないんです。ただ普通の人よりもあるよねってことなんです。何かすごく大事にしてるもの、これは壊るべきだろうとかね、はい、こうしなきゃダメだとかね、これがさっき言った合理性とか専門性とかっていう世界のことかもしれません。ここからわかりません。ただし普通の人よりもこだわってる世界をお持ちになってるので、はい、もしも矢田部さんと新たに何か一緒にやりたいんですよって人がいるとしたら、はい、僕はその人にアドバイスするのは、はい、それが何かってことはいろんなジャブを打ちながら探った方がいいですよって話をしますなぜかというとそれに無神経に触れると一遍で人間関係が終わってしまう可能性もあるんです。危険ですね大変ですね。でそれはこれが矢田部さんご自身も感じてない場合もあるんです。自分で分かってない、はい、で今いくつか申し上げたでしょ、はい、あの特性を、はい、でこの特性は自分がこういうの持ってるんだって今こうやって言われて初めて気がついてることも多分あると思うので、はい、それがないといやみんなそうじゃないのってやっちゃうと、うん、多分全く自分のことが分からない状態で人を見たり人に何か言うような人になっちゃうんだよね。なるほど。でも自分って今言ったもの強いんだと思ったら、うん、あこの人そうじゃないんだっていう話だよね。そうですね、うん、そうすると、うん、お前なんでそうなんだよって言い方はないんだよね、うんうん、だって自分と違うんだもん、いくつか反省点があります反省点の方ですかあと違うところが何なのかなって思うことによって矢田部さんと違う視点で物事を考えている可能性もあるってことなんですよ、はい、ということはその人にどういう視点でそれ見たんだってことを聞くことによって全く違う視点を学べるチャンスにもなる可能性もあるんですよね、うん、結局はそういうことです。この原点は皆さん相手を知ることだって言うけどもいやいやその前に自分を知ることですすごい自分を知れば相手の差が分かる。うーん、相手のことばっかり視点があると常に見なきゃダメだから10人いたら10人全部見なきゃいけないじゃん、はい、でも自分のことよく見とくと自分とどこが違うんだな、自分が基準だから、うん、そうやって見ていくとさいろんな人の違いもお互いに自分で分かってくるし、うーん、ね、一番大事なことは相手が許せるんですよこれやると。すごいですねそうかなるほどなって言える自分がいたりするんですよ。今日から言えます多分みんなと一緒にやろうよって気持ちが強いので矢田部さんは多分抵抗なくされるんじゃないかなって気がしますね。うん、あとはそのこだわってるところがどこなのかなってことを、うん、一緒にやってる方々とは共有するとあのもしかしたらいいかもしれないね、はい、ちょっとそんなのは思いますね、はい、ありがとうございます。あの いかがでしょう、私が一方的に喋っちゃったけどもう思い当たる節がありすぎてでもあのおっしゃるようにみんなで行きたいなっていうところがありまして、そこに、はい、まあこう思うようにいかないこともあったので今日から思うようにいくんじゃないかすごいやる気が満ち溢れておりますありがとうございます。はい、なおですねこの分析につきましてですね、あの菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるんですが、あくまでこう参考にするものでありまして、ねはい、まあ、断言するものではないことだけご注意ください、はい、では最後に矢田部さんから告知お願いをしたいと思います。はい、はい、あの先ほどのファントレタイム、新番組ですね、はい、いろんなゲストの方をお招きしてですね、はい、本当に自分のいい商品とかサービスを世の中に出したいっていうことがあのある方はですね、はい、お役立ちの情報たくさんあると思いますので、ぜひですね、見ていただければなと思います、はい、毎月第2水曜日と第2と第4水曜 水曜日夕方5時半から6時までの時間ですので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
では今回のゲストはですね、今注目のコンサルティング会社ファントレ株式会社さん代表取締役の矢田部敦史さんでした。矢田部さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルトいかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回いかがでしたか。うん、いや、本当いろんな方にね、はい、あの筆跡の分析と一緒にね、はい、やっぱり言葉の心の奥底にあるさ、うん、意味ってあるでしょ、はい、こんなものにやっぱりもっともっと注目していただいて、でぜひ興味あったらね、はい、あの気軽に私の会社の方にもオーライアンという会社なんですが、はい、メールを送っていただければいいなと思います、はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、この番組へのご意見ご感想、そしてご質問などですね、お便りお送りいただけますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。